今ですね、東大阪の町体感博、近畿大学近大の大学生さんと行くラーメンツアー、はい、大学生の梅田君来てもらいました。はい、はい、このラーメンツアーどんな感じで企画されたんですかね。そうですね、はい、まず僕たちがおすすめする、はいはい、近大通りにたくさんあるラーメンの中でもおすすめたくさんありますよね。はい、たくさんあって、うんうん、おすすめするところを、まあ、選抜して、はい、僕たちと一緒に近大生一緒に回ろうという、はい、あ、すごい、はい、一緒に食べて楽しもうという企画になっております。はい、なるほど。はい、で今回、まあ、3軒回るということなんですけど、はい、どんな感じでセレクトしたんですか。まずここ清流さんは、はい、とりあえず学生にも地元の方にも、有名なんですね、はい、うんうん、ところなんで、はい、ぜひここを紹介したいということで、はい、次のいろはもいろはに行くんですけど、ええ、そこも、近代通りでは珍しいつけ麺店になっているんです。うん、あ、そうなんですね。はい、うんうん、それでそこもあのまた良い味をしてるんですよ。はい、その清流さんとは全然違うラーメンですね。そうですね。なるほど。最後にあるのはきらめきさん。きらめきさん。きらめきは、はい、もう外観がすごいおしゃれで、おしゃれ、学生、今近代生にすごい、うん、ぜ入りたくなるような、入りたくなるような、そう、外装してるんですよ。で、意外と女の子も、そうです、女の子も多いし、はい、若い人が多いですね。とにかく若い人が多い。はい、まあ、その変わった個性的な3軒を紹介してもらったんですね。はい、もっとたくさんあるけど今回は3軒ということで、はいはい、あ、わかりました、ありがとうございます。こちら麺屋清流さんのさまだしそば、早速いただきたいと思います。こうね、あのスープもね、透明なスープ、ちょっと、うん、おいしい。うん、これさっぱりしてますけど、しっかり出汁が取れてて、魚の出汁が取れて美味しいですね。細麺も美味しいです。はい、チャーシューもめちゃくちゃうまいです。はい、こちらはですね、つけ麺いろはさん自慢のカレーつけ麺、早速食べさせていただきたいと思います。これがすごい、麺がもちもち太麺になってるそうです。ありがとうございました、お邪魔しました。うん、麺がもちもちで美味しいです。このカレーも濃厚な、出汁が濃厚でとっても美味しくなっております。これはすごい食べ応えがありって美味しいですね。うん、はい、こちらですね、俺のきらめきさんの名物メニューですね、鶏白湯ラーメン食べたいと思います。これもね、本当にキラキラしたスープ麺、しかもこのレアチャーシューも美味しそうですね。食べてみます。これ濃厚なんだけどスルスルっといけるラーメンですね。鶏のね、味がしっかりしてて、このレアチャーシュー、うん、レアチャーシューも柔らかくて美味しいです。うん、これは美味しいですね、最高。